こんにちは。天板アカデミー堀秀夫です。今日はね、ユダヤ商法の原理原則というものについてお話し,します。まあ、財布の紐が緩いところを狙って、利益率の高い商品を販売して設けると。まあ、一言でまとめると、ユダヤ商法の原理原則はこのような形です。で財布の紐が緩い、そして利益率の高い商品を販売して設ける。 まあ必然的にね必需品とかよりも試行、えー、品とかまい、あ、た品というものを売って儲ける形になります、まあ、その油大商品をね手軽に試せるアマゾン輸出は稼げます、まあ、これね、えー、どういうことかというと、まあ、財布の紐が緩いで利益率も高いというのはねむだづいをする人がたくさんいてライバルが少ない市場で売るという形になります で昔だったらね、えーまあ、宝石とか食べ物とか、まあ、そういう、えー、空いてる市場がいっぱいあったんですけど、まあ、今となってはね、えー、もう日本とか、えー、アメリカ対だと、えー、もうかなりライバルが多すぎて飽和してるという形になります。で海外展開という形になるとね、まあ、やっぱ海外で一番でかいところはアメリカなんで、まあ、アメリカでうまくいくかどうかというのを、ねえー、考える人が非常に多いです。まあ、ところが実際問題。 えー、アメリカでうまくいくところは少ないと。ね、これどういうことかというと、えー、アメリカというのはね、えー、世界最大の市場であると。まあ、これは異論がないと思うんですけど、まあ、世界最大の市場ってことはね、まあ、世界中の企業がアメリカ市場を取ろうと狙ってると。まあ、そうなってくると、まあ、軍雄割拠、非常に強いライバルがたくさんいると。まあ、オーストラリア あるいは日本なんかではね、まあ、一人勝ちのユニクロ。まあ、このユニクロもね、競争の激しいアメリカでは歯が立たず撤退してます。まあ、よくね、ユニクロの海外進出失敗とか言ったアメリカの例出てきますけど、ユニクロは海外進出成功してます。ただアメリカでは失敗してると。なぜなら、アメリカだと、さすがにユニクロもね、アメリカにユニクロブランドを浸透させて、買わせるというのは、ね、容易なこっちゃない。 余裕なこっちゃないっていうか、まあ、ほぼ成功してない。成功例が全くないと。まあ、ただ、ね、アメリカで、えー、勝負して勝つ実力を身につけるよりは、ね、アメリカも撤退しちゃって、まあ、他の国、えー、例えばオーストラリア、ね、なんかに、えー、大型点を出すというふうな戦略にしてます。ます、あ。去年ちょうど、ね、ヨーロッパ行った時も、えー、ロンドンか、あれはロンドンと、えー、それからスペイン。 ロンドンとスペインですごいね、いい場所ででかい店舗なんか作ってなと思ったらユニクロでしたね。だからアメリカでは全く歯が立たなくても、ヨーロッパ、あるいはオーストラリアだとね、もうあの、いい場所空いたらユニクロ入るぐらいの勢いでね、ユニクロ店舗増やしてます。まあ、そんな形で、えー、むしろ世界最大の市場、 アメリカで成功するのは難しいと。逆にアメリカで成功しなくてもね、まあ、えー、オーストラリアと成功してるというのがね、ユニークの例なんかであります。で、さらにもっと言うとね、日本市場というのは相当厳しいと。えー、100円ショップダイソーが独人勝ちしている理由、まあ、これいろいろあるでしょうけど、もう海外進出、ね、あと日本に店舗ありますけど、商品見ればわかるようにね、日本人狙いというよりは、 むしろ日本に来る海外旅行者狙い、ね、インバウンド狙いで販売してます。まあ旅行者の多い地域のね、ユニクロ行けば、もうあの、店に来てる客の半分以上は海外の人。ね、えー、韓国語とか中国語が飛び交ってるとで。しかもカゴの中身の入れ具合がね、日本人とは全然違いますね。えー、日本人はね、なんか手で持てるとか、カゴもし,しょんぼりした感じですけど、海外、海外ね、えー、中国人とか韓国人の人はもう、えー 持つかごじゃなくて、ガラガラ引っ張るあのでっかいのに山盛り商品入れてますからね、まあ、はっきり言って、どっちに売った方がたくさん売れて商売になるかって言ったら、もうあの、明らかにインバウンドのねいのが売れるわけです。まあ、そんな形で、まあ、日本市場で、えー、儲,かな儲からないのは当たり前と、ねえー厳しい、世界一厳しい市場ですから、仕入れをするには最高ですけど、えー、販売しても儲けるってのは容易なことじゃないと。 じゃあ、アメリカどうかといったら、やっぱりアメリカはね、えー、やっぱり厳しい市場、ね、強いライバルがいっぱいいるんで、これまた厳しいと。そうなってくると、やっぱオーストラリア市場、ね、えー、しかもね厳しい戦いを勝ち抜いた日本製品、何でも安く売んなきゃ売れない、ね、ちょっと高く売ると叩かれる日本製品をオーストラリアに販売して儲けるというのは、非常に勝ちやすい方法であると。 何しろオーストラリア市場にはまともなライバルがいません。そして弱い相手しかいない場所で戦うのが戦いに勝つ最も有効な方法。そんなわけでね、オーストラリアアマゾンに日本製品を販売して儲けるというのはね、非常に儲けやすいやり方です。まずはね、どういう商品いくらぐらいで売れてるのか、商品事例なんかも出してますんで、ここをクリックしてね、オーストラリアアアマゾン輸出サポートの申し込みページを見てください。 以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。